の方、OK でしょうか。はい。それじゃあ、安倍さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では画面を共有させていただはい、きどうます。ぞ。改めまして、富士通の安倍と申します。今日は、先ほどあったメタ SPDX スキャナーや、クリエイト SPDX などについて、翌都の SPDX の状況について情報共有したいと思って、発表させていただきたいと思います。はい。で、本日の目次になっています。はじめにで、簡単に、翌都とはと SPDX 何ですかっていうのは簡単に触れて、各ツール、メタ SPDX スキャナーやクリエイト SPDX がどんなものなのか、で、各ツールのメリット、デメリットみたいなところを少し比較できたらなと思っています。で、あと、詳細な内容として、各ツールの SPDX を、フォーマットが正しいのかみたいなところを検証したり、中身のデータ自体ですね、比較してどうだったかっていうのを共有できたらと思っています。で、あと最後に、SPDX の最新状況として、この SPDX ドッグフェストっていうものに参加したので、簡単にその時の情報を共有できればなと思っております。はい、では、はじめに、で、翌都プロジェクトとは何かというようなところで簡単になんですが、こちらは組み込み Linux ディストリビューションを標準化するために立ち上げられたプロジェクトになっていて、Linux を構築するために、ビットベイクっていうようなビルドツールや OSS パッケージをビルドするためのレシピっていったものが、いろいろ提供されているところになっています。で、また SPDX は、ソフトウェアパッケージデータエクスチェンジっていうような名前になっていて、SPDX を使ってこのコンポーネントとかライセンス、著作権などのソフトウェア情報を伝達するためのオープンな、標準フォーマットになっていますというのはこちらです。はい、では早速中身の方に入っていきたいと思います。で、まずメタ SPDX スキャナーについてです。こちらは SPDX ファイルの作成に、使用できる、翌都のレイヤーの一つになっています。特徴としては SPDX の仕様のバージョン 2.2 に対応しておりまして、Fossology など他の OSS のツールと連携して、ソースコードをスキャンしてライセンスを検出するというような特徴になっています。で、現在メタ SPDX スキャナーでは、連携しているツールとして Fossology やスキャンコードツールキット、あとブラックダックなども連携できるようになっています。はい、こちらがメタ SPDX スキャナーの出力例になっています。出力形式としては今表示しているのがタグバリューといったような、形式を出力しています。で、例として持ってきたのが、BG ボックスの 1.34.1 というようなものを、メタ SPDX スキャナーを使って、SPDX を、作成したものになっています。はい、このような形で、段落に分かれていて、各項目ごとの情報が出力されていて、例えばパッケージネームとかのところには、BG ボックスで、バージョンは 1.34.1 とか、そういったような情報が出力されているというような例になっています。はい、続きまして、クリエイト SPDX についてです。こちらは、オープンエンベデッドコアのレイヤーに含まれるクラスファイルの一つが、こちらのクリエイト SPDX になっています。で、特徴としては、先ほどと同じように、SPDX 仕様のバージョンは 2.2 に対応していて、こちらは、ソースコードはスキャンしないというような特徴になっていて、で、じゃあどこから、情報を取得してきているかというと、翌都のレシピファイルに記載されている
ライセンスっていう項目からライセンス情報を取得するようになっています。で、例でビジーボックス、こちらも持ってくるんですけど、玉頭のこのビジーボックスのレシピファイルを見ると、ライセンスっていうのところに、GPL 2.0&BGIP2.1.0.4 というようなライセンスが記載されていて、このような、情報を取得してくるようになっています。で、ちょっとせっかくなので、具体的なところを少し見ようかなと思いまして、今、表示しているのが Create SPDX 内の表示になっています。で、見ていただきたいのが、ちょうどこのあたりですね。Create SPDX の実装では、この、ここの処理で、ライセンスっていう変数から、値を取ってきて、それを設定するような実装になっています。で、実際に各、レシピファイルに記載されている情報で、これが BGBOX のレシピファイルになっているんですが、この10行目のところにライセンスというのが記載があって、こちらの値を取得してきて、Create SPDX は設定するような実装になっているというようなところになっています。で、実際の Create SPDX の出力例としてはこのような形になっていて、先ほどは Meta SPDX スキャナー、タグバリュー形式の出力だったんですが、こちらは JSON 形式の出力になっています。で、ちょっと改行とか、されてなくて、一行でずらーっと出るような形式で出力されていたので、まあ、ちょっとこのような形で見づらい感じではあるんですが、出力されていますというようなところです。で、ここで、各ツールのメリット、デメリット、塩梅が考えたところを、整理しました。で、まず、メタスピーディックスキャナーとしては、メリットとしては、ソースコードをスキャンして、まあ、ファイル単位のライセンスが検出可能だというような点があります。また、あと、様々な OSS のツールと連携が可能であるという点です。ただし、デメリットとして、この、ソースをスキャンしてファイル単位で検出できるんですけど、その検出したライセンスが本当に正しいんだっけみたいなライセンスの精査が必要になってくるので、手間暇がかかってきてしまうかなというふうに考えています。一方、Create SPDX の方は、ソースコード自体はスキャンせずに、まあ、レシピファイルからライセンスを読み取って出力するだけなので、まあ、手軽に、SPDX ファイル自体は作成可能かなというふうに考えています。ただ、デメリットとしては、その取得先のレシピに、ライセンスの精度は依存してしまうというようなデメリットがあると考えています。なので、まあ、ヨクトコミュニティとしては、レシピの正確性を確保するための仕組み作りが必要になってくるかなと考えていて、まあ、常に最新のソースでライセンスを精査して、レシピの正確性を確保するために、まあ、メタ SPDX スキャナーで検出して精査して、それをレシピの方に反映して、まあ、手軽に Create SPDX でも正確なライセンス情報が出力できるような仕組み作りができるように考えていけたらなと思っています。はい、続きって、各 SPDX の検証です。こちらの SPDX オンラインツールというようなものを使用して、SPDX の形式が、仕様として正しいのか正しくないのかというようなところの出力のチェックを行ってきました。で、まず、メタ SPDX スキャナーの方なんですが、ワーニングが発生してしまっていました。で、この SPDX バージョンのところで、ワーニングが発生していて、実際見ると1行目のところに SPDX バージョンというような
情報が出力されているんですけど、不要な文字が一緒に出力されてしまっていて、この部分でワーニングが指摘を受けていたというようなところがありました。で、こちら、不要な部分を削除すると検証は成功するというようなところが確認できています。はい、でなのでちょっとメタスピリックスキャナーとしてはこの部分、早急に修正できるように対応していきたいなというふうに考えています。はい、続いてクリエイト SPDX も同様のツールで確認してきました。こちらもワーニングが発生していてこれですね、パッケージのデクライドライセンスのところで、ワーニングが発生しています。で実際見ると、デクレアドライセンス、ライセンスデクレアドで宣言されたライセンスのタイプに誤りがあって、ちょうどこのところですね。ドキュメントレフの情報も、このあたりの文字があって、ワーニングが発生したというふうに考えています。で、ここを削除すると、検証は成功しているというようなところで、はい、続いて、各 SPDX の項目の比較を見ていきたいと思います。で、一応ちょっとスライドの方には貼ったんですけど、見づらいと思うので、実際の Excel の方で、少し確認したいなと思っています。まず最初に、A 列、こちらは SPDX の仕様の、セクションが何番なのかというようなところを記載していて、B がその SPDX の項目のフィールド名になっています。で、C がその項目が SPDX の使用上必須なのか必須ではないのかっていうようなところを表しています。で、D、E にそれぞれの結果を記載しているというような表になっています。で、今赤字にしているところがメタ SPDX スキャナーとクリエイト SPDX で、差分が出ている箇所になります。例えば12行目、パッケージファイルネームのところ、SPDX の使用上は、NO で必須ではないんですが、メタ SPDX スキャナーの方では、パッケージのファイルネームが出力されています。で、一方、クリエイト SPDX の方は、項目の自体が、このパッケージファイルネームの項目自体がないというような、状態でした。で、また、その下のパッケージダウンロードロケーションというようなところですね。こちらは SPDX の使用上必須になってきていて、メタ SPDX スキャナーでは、このビジボックスの取得先が示されています。一方、クリエイト SPDX の方は、こちらの項目自体はあるんですけど、中身が設定されていなくて、まあ、ノーアサーションということで、が設定されているというようなところでした。で、同じように、パッケージホームページの方も、メタ SPDX スキャナーの方は出力されているんですけど、クリエイト SPDX の方は、まあ、項目自体がないというような状態です。で、次ですね、17行目のここですね、デクレアドライセンスのところです。こちらはメタ SPDX スキャナーは項目自体はあるんですけど、ノーアサーションが設定されています。で、一方、クリエイト SPDX の方は、このレシピから取ってきたライセンス情報をここに出力するような形になっていて、ちゃんと検出されているというような状態です。で、一応メタ SPDX スキャナーとしては、今回これ、フォソロジーを使ってライセンスを出力しているんですけど、この SPDX を作成する前に、フォソロジーで、先ほど言ったライセンスの精査をしてライセンスを確定していると、このあたりのデクレアードとかコンクルーデッドというようなところにライセンスが反映されてくるんですが、
今回そこまで行っていなかったので、まあ、ノアサーションが設定されています。はい。で、あとは、まあ、コメントのあたりなんですが、ライセンスに対するコメントやパッケージに対するコメントといったところでも、まあ、クリエイト SPDX の方ではもう項目自体がないというような、結果でした。また、こちらですね、セッション番号が8のところが、ファイルインフォメーション、各ファイルに関する情報を出力するフィールドになっているんですが、こちら、Create SPDX の方は、まあ、そもそもソースコード自体をスキャンしていないので、各ファイルの情報は見ていないので、ノーアサーションで、情報がないような状態です。で、一方、Meta SPDX スキャナーの方はソースキャンして、各ソースファイルの結果が出力されているよというような、結果になっています。はい、で最後、セクション番号10のあたりは、Create SPDX は、やはり、項目自体がないというような状態でした。というところです。なので、まあ、2つを比較して、まあ、一番の違いとしては、まあ、この Declared License のあたりに、ライセンスが出て出力されていたりする点や、一方で、ファイルの情報がなかったりといったようなところが違ってくるかなというふうに、考えています。はい、簡単ですが、比較は以上になります。はい、であと最後に、こちらの SPDX ドッグフェストに参加してきましたというようなところです。で、日本時間の1月28の深夜12時から4時までに開催されていました。で、こちらの目的自体は SPDX ファイルの作成者や利用者を集めて、同じソフトウェア、成果物に対するツール出力と、まあ、理解の違いについて話し合うことが目的になった集まりになっています。で、今回この同じソフトウェアの対象というのが、この2つを対象に、いろんな組織とかツールが出力してきたのを持ち寄って話し合いましたというようなところです。で、参加した組織またはツールというようなところで、計13が、参加しています。今回紹介しているメタ SPDX スキャナーも、参加しました。あとは、スキャンコードツールキットなんかを提供している NextB 社とか、まあ、ブラックダックとかも参加されていました。あと、この Open Embedded も、参加しています。で、この回の中で、まあ、検証結果として、いろいろ指摘とか受けていたんですが、まあ、例えば、先ほど挙げた、スキャン対象の片っぽがちゃんと解析できていないよというようなところのツールがあったり、ライセンスインフォフロムファイルが、まあ、正しくライセンスが設定できていないというようなものがあったり、あとこちらは、あれですね、SPDX の情報の中に、このバリフィケーションバリューが設定されてないよとかっていったような指摘がありました。で、あとは、メインの議論のトピックス自体はいろいろあったんですが、このあたりで、まあ、気になったのはこのコンクルーデッドライセンスとか、このあたりが、どうするのかみたいな議論が少し気になりました。はい。で、最後に参加した個人的な感想としては、まあ、参加の多さに結構驚いて、まあ、世界的にも注目されているんだなっていうのを、
改めて認識しました。で、また自分が知らないツールが参加されているところもあったので、参加してよかったなと思ってます。時間を見つけて、どんなツールなのか調べていけたらなというふうに考えています。で、また議論内容にも上がってたコンクルーデッドライセンスなところがツールで決定できるような仕組みが確立すれば、まあ、ライセンスを精査するいろいろ手間とかが省けるようになってみんなハッピーになれるのかなというふうに思いました。で、あと、提供されたツールの出力結果で、JSON が増えているよというような話が上がっていて、他のツールとも連携する機会が多くなってきたから、まあ、JSON が増えてきたのかなというふうに考えました。で、この SPDX が出始めの頃から少し触っていたところもあって、その頃は結構タグバリュー形式とかがあって、まあ、各項目が分かりやすいようなこっちの形式の方が多かったのかなというふうに感じてたんですけど、最近は普及してきて、JSON とか連携できるようなのになったのかなと思います。で、あと、最後、議論が中心の会議で、まあ、ちょっと自分の英語力の低さが身に染みましたというような感想です。はい。発表は以上になります。何かご質問等あればよろしくお願いします。はい、安倍さん、ありがとうございます。指名したりしませんので、どんどんミュートを解除して、話し始めちゃってください。大丈夫かな。ちょっと横とがらみっていう話だと、まあ、個人的な感想なんだけど、横とって結構、よくレシピであるとか見てあげないと、依存関係でとんでもないものをこう巻き込んでくるっていうような事例が結構あるような気がするんだけど、そういうものって結構今回の話なんかでもカバーされてたのかしら。ああ、そうですね。でも依存関係で引っ張ってくると、そうですね、クリエイティブスピリックスとかだと、依存関係で引っ張ってくる先のレシピを参照することになると思うので、そうするとそのレシピに書かれているライセンスは分かるとは思うんですけど、結局クリエイティブスピリックスソースコードスキャンしないので細かいライセンス、本当にファイル単位で、使っちゃいけないライセンス入ってるんだっけみたいなところまで見れないので、うん、なかなか難しいのかなというふうには感じます。だから結局GPL の妙なっていうか、まあ、GPL のっていうか妙なソフトウェアをコピペしたなんていうのでライセンスも何も表記してないとかいうなんていうか邪悪なことをやるソフトウェアエンジニアがいる環境だと結構まだ弱いんだよね、結構ここら辺の話って。そうですね、そうですね。ちょっとぼやきになっちゃうね、ここら辺の際。もうちょっとしっかりやってみるなとか、まあ。そこはちょっと前提がやっぱあると思っていて、まずファイルに SPDX ヘッダーがきちんと書いてあることだとか、うん、さっきのヨクトが巻き込むというよりは、ヨクトはフレームワークでしかなくて、うん、結局そのディペンズを書いてるっていうところが、基本でもちろん それができてるかできてないかを総じて言うならば、うん、まああまり注意深くはなってないのかもしれないですけど、うんうんうん、でたどるとやっぱりそのソフトウェア一つ一つに機械的に、うん、マシンリーダブルな形で、デファインドがきちんと定義されているところっていうのが多分最初の取っかかりにはなると思っていて、うんうん、で当然そのデファインドをしてる内容が正しいのかっていう観点ではやっぱり依然としてスキャナーを当て続けなければいけないっていうのは、だから課題がちょっとフェーズがそれぞれ違う前提が、うん、まあトラストチェーンではないんですけれど、うんうん、だとは思っています。でコミュニティからすると基本的に投げられてくるパッチは自分その人がオーサーがきちんと責任を持って書いてるって前提でやっていて、うん、当然そのコピペチェックなんてやる義務は全くないし、うん、そんなカルチャーもないので、うん、それが欲しいのであれば、まあ、スキャナーを当てたいと思う
つまり利用者は我々事業者側がやることなのであって、うん、でそこで見つけたことをアップストリームに投げて、うん、っていう議論を、まあ、するっていうのがセオリーかなと、まあ、一方でそのコミュニティもコピペのライセンスが混ざってコンタミしてましたっていう時にそんなの報告されてもって反応するコミュニティかもしれないし、うん、まあ一方で何だったかな、過去に Ruby とかはなんかそういう指摘があった時に、はいはい、いわゆるクリーンルーム作戦で是正しなきゃって言ってすごいコミュニティが負担を負って頑張ったっていう例もあるし、だからまあ最悪フォークはできるというところがオープンソースのいいところであるので、まあ、あらゆる戦略を駆使してライセンスクリアランスをするっていう、まあ、簡単ではない話をやりましょうってことなのかなとはいつも思ってます。同感だね。はい、どうもありがとうございます。はい、あ、すいません、すいません。今の話、今のっていうか、もともとの上田さんの話に重ねて、今の SPDX のフォーマットって、リレーションっていうか、その依存関係って書けるんでしたっけ？パッケージの依存関係。パッケージ感の依存関係は、はい、パッケージはどうだったかな、一応、リレーショナルシップっていうようなところが SPDX の仕様上にもあって、うん、ファイル間の依存とかは書けるのは把握してて、で、なるほど、確かでも、パッケージも書けた気がするんです。なんか書けたような記憶はあるんですけど、なかなか思い出、はい、フォーマットが思い出せなくて、すいません。はい、そうすると、まあ、今の、この両者のツールだと、その依存、パッケージの依存のところとかまでは書けなくて、単体のパッケージの中で完結する、情報的には完結するっていうところですよね。あ、はい、そうですね。あ、はい、ありがとうございます。あ、そこはまたちょっと違うソリューションがあって、ヨクトでビルドするときに、RPM も生成しておくと、その RPM を使ってパッケージ管理、DNF を使ってやると、はい、入れたパッケージとそれに合わせた SPDX っていうのができるので、はい、なるほど、じゃあそこからその SPDX のファイルにその情報を入れていけばいいっていう話になるんですかね。まあ、SPDX で管理するのかどう管理するのかはまあ別の話だと思いますけど、はい、なるほど。あ、すいません、ちょっと聞いていいですか？どうぞどうぞ、はい、どんどん喋っちゃってください。はい、あ、アンバイさんどうもありがとうございます。とってもいい発表でした。はい。はい、で、ドックフェストですけど、はい、なんか深夜なのによく参加されたなと思って、まず、拍手を送りたいです。で、ちょっと聞きたかったのは、はい、結構多くの方々が参加してたんですけど、この場を、なんていうんですかね、議論をリーディングしてたのって誰とか分かります？あー、ゲイリーとかですか？あ、でも、はい、確か、そうですね。あ、なるほど。あ、すいません、ちゃんと、そこまで見れてなかったですね。あ、分かりました。あ、で、ちょっと聞きたかったポイントが、なんていうんですかね、ライセンスコンプライアンス系の人が仕切ってんのか、あるいははたまた新しい人が入ってきて、ちょっと違う方向の議論も入りつつ、なんかやってんのか、なんかちょっとその辺どうだったのかなっての聞きたかったです。ああ、でも、そうですね、このツールの方が結構、うん、積極的に喋ってたような印象でしたね。じゃあ基本ライセンス系ですね。はいはいはい、はい、あ、分かりました、ありがとうございます。先週の浅場ですけど、先週のは僕出てないんですけど、第1回目のやつは出て、その時はリードしてたのは、ゲイリーとあとローズですね。あ、なので、まあ、割とツールよりというか、ゲイリーが出してきたソーソーディターは一番ポイント高いみたいな、まあ、そんな感じがちょっとありました。あ、はい、あ、分かりました、どうもありがとうございます。今ね、ちょっとティムのプレゼンテーションの中にもちょっと触れていたんだけれど、この SOM 系の話って
ライセンスコンプライアンスの話だけではなくて、バナラビリティって、つまり情報セキュリティの方の問題っていうところの問題意識も流れ込んでるんで、ちょっと個人的に、本当に個人的な懸念なんだけれど、情報セキュリティっていうところの人が重きを置くところと、ライセンスコンプライアンスというところが重きを置くところっていうのが、ちょっと、なんていうのかな、相互があったりすると嫌だなっていうのは、ちょっと個人的には感じています。だからちょっともしかしたら福地さんの今の質問にもそういうバックグラウンドも若干あったのかなっていう、ちょっと邪推をしました。はい。他はどうでしょうか。よろしいですかね。はい。じゃあ、安倍さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。So the next turn is change to the English mode, right? 日本語